皆さんこんにちは。有料ダウンロードコンテンツついにやってきましたね。で、今回はカジッチュからカミッチュに進化させる方法、そこをテーマに話していきましょう。まあ、すでに画面に出ている通り、無人販売所なるものが、今作ございまして、で、そこで三井リンゴ、こちらを、購入することによってなんと、進化をさせることが可能となっていると、そのような、状況となっております。なので、この三井リンゴっていうのが一つファクターになってるっていうことですね。では具体的に、どこにあるのかっていうところなんですが、具体的な場所としましては、マップを開けていただいて、マップのここですね。ここにございますね。ここら辺。ここら辺に販売所がございますので、右下のところですね、そこに行っていただくことによって、三井リンゴゲットすることができますので、ぜひ皆さん、ゲットされてみてはどうでしょうか。はい、まあ、そんな感じでございます。いやー、けど有料ダウンロードコンテンツついにやってきてしまいましたね。いや、本当に泣いても笑ってもダウンロードコンテンツが出てしまった。皆さん、どこまで進みましたか？ぜひコメント欄で進捗を教えてください。ただ新ポケモンって具体的に何体ぐらい今作いるんだろうね。ちょっとそこのところが、まだ謎ではあるんですが、ただまあ新たなパラドックスポケモンとかも多分出てくるんだろうね。まあそんなに数はいないかと思いますが、はい。ってことで行きましょう。おほほ！またあるね。てか広いな、マップ全体が。マップ全体が広いにき。あ、これやっちまったか。ポケモンがね、結構いるんすよ。エンカウントするんですよね。で、あと、ここの、フィールドでしか出ないポケモンたちが結構おりますので、できればですね、クイックボールは多めに用意しておいた方がいいのかなっていうところ。で、まあ、こういったモブ系のポケモンに関してはクイックボールで簡単に捕まえることができますので、図鑑埋めにはやっぱりクイックボールが最適だなと、改めて思いました。で、野生ポケモンのベースのレベルっていうところが、比較的高いっていうところがですね、今回のダウンロードコンテンツの特徴となっておりますが、まあ、いつもそんなに大したレベルでもないので、まあまあまあ、そんなにね、苦戦することなく、倒すことができるのかなというところでございます。じゃあ、道なりに進みまして、ここか。はいはいはい。あ、なんかここ PV とかで見たよね。北上センター、まあ神社がなんかセンター扱いになってんだよね、このゲーム。ここはトレーラーと PV で見た、シーンですね。いわゆる表祭りなるものが、ここの神社で繰り広げられておりまして、で、正式名称は、センター、北亀センターといった名称となっております。で、お面につきましては、屋台で購入することができるそうです。うわぁ、いた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 ってか、え？こんな序盤でゲットできるの？お前。まだ序盤なんだけど。てか、序盤っていうかさっきやり始めたところなんだけど、嘘だろ。さあ、表祭り、表参道ではないな。パルディアとやっぱ全然かけ離れた文化なんですよね、ここ。いいね。俺なんかどちらかというとこういう田舎の雰囲気の方が好きだけどね。あ、ありがとう。 OK。おお、3匹のトモッコ様来た。悪い鬼から守ったポケモン、ほんまに？めちゃくちゃこの姉貴怖いよね。
ともっこ様より鬼の方が好き。けどなんか逆な感じがするけどね、見た目的には。どうなんだろうね。先ほどオーガポンがおりましたので、なんかオーガポンと戦闘になりそうな感じがするよね。でちょっとスルーしていくか。俺スルーしていくわ。めんどくさい。何、なんかミニゲームあんじゃない、ここ。あれチビどこ行った。いるわ。出たリンゴ飴。はいよ、ありがとう。うい、ありがとうございます。リンゴ飴って俺食べたことないな。そういえば美味しいんかな。無理？あ、行って OK か。めっちゃ人おるね。あれ、オーガポンでどこにいた？さっき。ん？ここ？あ、ここ？ぽいな。多分イベント終わってそこ行くとオーガポンがいて、まあ、そこで強制戦闘みたいな流れになってくるのかなというところですね。じゃあ表祭り楽しもうって言われても別にそんな楽しむ要素がないから、まあ多分ミニゲームとかやれってことなんでしょうね。ようできてんな。姉ちゃんのところ行くか。弟追ってく感じ。ぽいな。弟どこにおる。屋台少な。あー500円なんだ。800円。なんかお面買いとか言われてなかったっけ。これあれ買えないの。いや、かき氷はいらないかな。焼きそばもいらないかな。ここは特にないよね。上行く？オッケーオッケー。ここは特に何もなしか。表祭りを楽しもうと言われて特になんか楽しむもんないもんね。ともっこどこにいるんだろう。あ、ここだ。鬼退治フェス。6930。これ何すんの。とりあえずやっていくか。鬼退治フェスやっていきましょう。まあそんなの通り、鬼退治をやっていくといった次第かと思いますが。なるほどね。木の実を集めて木の実台まで運び高得点を狙いましょうと。はいはいはい、なるほどね。わかりました。ああ、なるほど。わかりました。はいはいはい。あ、了解。レベル1か。これ、重複できるのかな？取ります。取ります。あ、袋がいっぱいになったらダメなんだね。うわ、重い。重いっすわ。台ってどこだ。そこか。
そういうこと？こういうことか。で、あと青だけじゃないのこれ。でも時間あるからさ、この取りまくったらいいんじゃない？取りまくって取りまくって。何やこのミニゲームみたいなやつは。これ遠くから行った方がいいんじゃない？最初ってもしかして。僕ね。なるほどね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。これパンパンになったらどうなんだろうね。結構時間がタイトなのか。なるほど。え、ちょっと待ってよ。あ、そういうことか。そういうことね。クリアした。ああ、そういうことか。なるほど。わかりました。だからまあ、いっぺんに多分置いた方がいいんだろうね。え？まだあんの？ってことでちょっと一旦動画終わりましょうか。動画はちょっと終わります。お疲れ様。